はい、江連健二と申します。よろしくお願いします。作品名はとろろそばと私ですね。サブタイトルついてますが、これは、台湾の言葉でおふくろの味という意味が、はい、使われております。自己紹介としましては、私も30年以上役者をやっておりまして、 6,7 年前から仲間とスタッフ役者と自分たちで撮りたい映画やりたいねっていうことで、まあ、自主からこう一つ一つ、まあ、よちよち歩きで映画を作らせてもらってて、今回初めてですね、八王子ショートフィルムの映画祭の方にプロットを提出させていただいて、なぜか合格をいただきまして、一番びっくりしているのは僕自身とうちのスタッフだったと思うんですけども、まあそれだったら、まあ、一生懸命やろうよっていうことで、まあ頑張って撮らさせていただいたという形です。主人公は今後ろ姿だったり映っている彼女の、台湾人のお母さんと日本人のお父さん、アジアンハーフの、女の子が主人公になってます。で、彼女がですね、デザイナーになる夢を持って、日本に来ます。でまた彼氏もできますね。それで1年2年経ってその彼氏と同棲を始めるんですけれども、いつもまあ夏といえば海だよね。でも彼氏が今回は高尾山へ行こうよ、台湾から来てまだ山登りしたことないでしょ、私も初めて行く行くって言って高尾山の山登りを始めるところから映画が始まります。ただちょっと彼女が彼氏に自分の台湾で会ったことだったり、お父さんやお母さんの話をあんまり聞いたことがなかったり、知らなかったんですね。ただ同棲をするようになってから、なぜかお家から届く手紙が破られて捨てられるのを偶然彼氏が見てしまいます。彼氏は彼女にお家の方となんとか仲良くしてもらいたいなっていう気持ちを持って毎日過ごしてるんですけれども、その中で台湾の、まあ、から来た彼女に日本の高尾山を見てもらいたいということで山を登っていくと、高尾山の上にですね、頂上付近にとろろそば屋さんがあるんですね。はい、まあ、何軒かあるんですけれども、その中の、まあ、美味しいところでリサーチしたから食べようよと。そうするとそこのお蕎麦屋さんのおかみさんが出てきて、彼女の顔を見ると、あれあれ、初対面なのにどっかで見た、あれっていうところから内容が始まっていきます。ここから先はごめんなさい。まず台湾に対する思いですけども、仕事で私自身中尾明と池波志乃の弟子で役者をもう何年もやってるんですが、もう何十年も前に温泉の旅をよく夫婦でしてた時、僕弟子として台湾一周行ったことあるんです。はい、もうすごい前ですが、本当に台湾の景色の素晴らしさと、あと出会う方出会う方の本当に心優しいところ、そして料理の美味しいところ、そこばっかりこう覚えてるんですね。で、台湾に対するイメージが本当に素晴らしくて、いつか台湾のものを撮りたい、または僕実際上映会、映画の上映会を自分で企画してもう5、6年になるんですが、ぜひ台湾の学生さんでもそういうなんか団体さんでもいらっしゃったら、うちとリモート上映会やりたいななんて、いろんなかすかなかすかな夢がこう重なって、そしたら今回八王子のショートフィルムさんのプロットを書く際に、台湾の高雄と友好姉妹だと、友好都市であるっていうことが、八王子市がもうなんか自分の思いが点と点がなんとなく結ばれてきて、これだと思ってこの八王子の高尾山と、まあ、ご存知の方いるでしょうけども、台湾の阿里山って一番風光明媚な美しいとこなんですね。阿里山との彼女の小さい頃の思い出と今回の高尾山をちょっとかけたような形の話になってます。
メインは高尾山なので、もう高尾山口駅前からケーブルカー、そして山道、吊り橋があったり、あとは山頂の見晴らし台もう、うちの映画はそこがメインなので、そこ以外の八王子の中での撮影はしてないんですね。ただ思いの中で高尾山と有さん、ただ有さんも出てきます。台湾の映像あります。今回私の目玉として台湾でスタッフ募ったんです。それでズームでよくリモート会議とか打ち合わせしますよね。このズームの向こう側にカメラがあってもいいのかなと思って、ズームで僕がパソコン上で向こうから映像を送られてきたのを見ながら用意スタートかけてズーム撮影したんです。で、今回台湾の映像いっぱいあります。有さんの頂上の映像もあります。で、台湾で撮った映像がこの彼女の子供の頃の思い出のシーンとしていくつか使われていますので、高尾山だけではなくて高尾山と台湾の映像がオーバーラップした形で出ております。はい。まず今お話しさせてもらったことが大変だったっていうのと、で、今回映画日本語のセリフのとこには全部台湾の方がわかる字幕スーパーついてます。で、日本人同士の、芝居のとこに台湾で、台湾の子たちの、セリフもあったり、ちょっと手紙を読んだり、ナレーションがかぶったり、中国語が入ってます。そこには全部日本語のスーパー入ってますので、字幕スーパーを見ていただければ日本の方も台湾の方も、まあ、中国の方もわかるでしょうけども、両方の国の方が見て1回で理解していただける作品になってますので、ぜひぜひ中国の方、台湾の方、八王子ショートフィルム映画祭いらしてください。これは見てもう内容わかりますんで。意気込みっていうのは、先ほどおっしゃっていただいた通り初挑戦なんです。この八王子のショートフィルム映画祭にプロットを出したのが、それで自分たちでもえって思うぐらい合格いただいてしまったので、自分たちとの戦いだったんですね。なので意気込みっていうのがそんなないんです。見ていただくだけで嬉しいです。で、今回本当台湾の方、あとは台本で翻訳をしていただいた方、多分中国の方、台湾の方は分かると思うんですけど、翻訳上がってきた時にこの漢字は中国では使うけど台湾では使わない、言い回しが台湾では違うとかっていうニュアンスが本当にたくさんあったみたいで、その字幕スーパーのフォントが出てこなかったり、目に見えないところで本当にスタッフの方にはご苦労いただいて助けていただいたので、まずスタッフと役者をねぎらいたいのと、ここに出てるこの子まだ粕谷ひよりちゃんって子役で出てもらってるんですが、まだ小学校上がる前なんです。つまり年長さんなんですけど、日が暮れかかっちゃってその日撮影がストップして、連日高尾山の頂上まで登ってもらったんです。これはもう本当に、もう本当に、もしかしたら5歳の女の子が一番苦労して台湾じゃないや、高尾山の頂上まで2日続けて登ってもらって一番苦労させちゃったかなと思って、申し訳ない気持ちで、大丈夫ですって可愛く言ってくれたんですけど、もうこっちはヒヤヒヤで、もうしかも真夏の設定ですので、本当に30度後半40度かかるんじゃないかっていう2日間高尾山行ってもらったんで、彼女に一番功労賞をあげたいです。はい。